こんにちは、つちのこです。ケイトのカービィプラスの方やっていきましょう。ちょっと久しぶりになったね。メタナイトで合ってるのかな、戦艦ハルバードとのところに行ってみましょう。行くぜ、戦艦ハルバード。まずはノーマルモードで行きましょう。ずーっとまっすぐ進むみたいな感じなのかな、戦艦の中を。行きますよ。はーい。お、何になるんだろう。おお、あシューティングステージか。うお、降ってきやがった。ヤリワードルディが降ってきたぞ。気をつけろ。おお、ビームビーム。よし、オッケー。おお、びっくりした。大丈夫これ。当たって大丈夫じゃない。目をつぶせー。あ、やべ、やってた。あー、これなるべく。あー、やっちゃった。見えてなかった。これはゴールド取るの難しそうですな。何これ、冒険ギャラクシア。冒険だった。どっち。僕言われちゃったね。え、ツノコさん、メタナイトの剣知らないんですか。え、メタナイトに剣、あんな豪華な剣あったの。僕がやってないカービィの話題かもしれない。それ何で出てくるんだろう。おお、すげえな。惜しいぞ。よし、中から爆発するんだ。メタナイトいると思う？いや、ボスメタナイトでしょこれ、やっぱ。よし、いいぞ。おーっと、危ない。おーっと、危ない。よし、あぶね。ほら、あー、やっちゃった。お、メタナイトの仮面。ガチモンの仮面じゃん、本当に。屋台とかで売ってる。はーい、フラッフ。え、何やられた。どこ、真っ黒焦げになってた。やべえ、どっちだろうこれ。正解どっちだ。やっちゃった。正解を見てるうちにやっちまった。あれはまだ最後じゃないからいらないんだよな、別に。はい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 。オッケー。あー、危ねえ。あー、これノーダメがきつい、多分。これはきついわ、ノーダメ。よっし、戦艦ハルバードゲット。お宝は取れたよ。ボスじゃないの。来た。うお、あぶね。マジか。うわー、これきつい。あぶね。あー、やっちゃった。やっちゃった。早く終わらそうと思っちゃダメ。よし、いいぞ。強かった。あっ、普通にクリアじゃん。別に、え、ボスいないの、嘘でしょ。飛んだ拍子抜けなんだけど。あれ。あれで、しかもゴールド取れたし。あらら、メタナイトと対決じゃなかったの。ちょっと期待しちゃったんだけど。おーし、完璧にクリアできました。インテリアをコンプリートしましたぞい。いや、メダルをコンプ、あ、すごい、どんどんコンプリートしてる。マジっすか。じゃあデビルモード、デビルモード一応
これマックスまでやったら、すべてね、埋めたことになるんで。デビルモードは埋めました。ゴールドはまだ埋めてないんだよな。よし、行くぞ。まあ、とりあえず、フラッフィーがいるとこまでは、普通にサクサク、気をつけずに進んでいきましょう。もう完全にシューティングゲーの、シューティングゲーじゃねえか、これ。まだ連打しなくていいっていうのが優しいけどね。そんなにデビルはやっべえ時にさえ来なければ大したことない。うわオッケー、結構食らったな、もうすでに。まああんまり気をつけてないんだけど、デビル倒すのはそんなに難しくない。ただフラッフィーの後ノーダメが結構きついと思う。多分これちょっと何回かやんなきゃダメだね、きっと。フラッフィー来る前にやられたわ。やべ、むずいぞこれ。ほら行くぞ。ぶんね。いやむずいわこれ。すでにもうむずい。ここが5で終わるっていうのがむずいんだけど。フラッフィー出てきて。おし、ようやく。こっから集中だよ、こっから。こっからだよ、本番は。怖っ。マジ怖なんだけど。いや、これね、見えねえ、マジで。いや、ちょっと待った。あぶねえ。今、ノーミス来てる来てる。おし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 。オッケー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 。おし。あぶねえ。あぶねえ。できるできるできる。大丈夫大丈夫大丈夫。倒してよし、いったんじゃないいったんじゃない。やった結構早めにクリアできました。おっしゃー。ちょ、前半のね、大ミス具合で後半どうなるかと思ったけど、集中したら違うんです。集中したらできるんです。ああ、嬉しい。ああ、来た！とうとう！ 250 の景品は？カフェのネオンサイン、カービィカフェだね。こないで行ってきたよ。外か外観だけだけど。カービィカフェ。スロットマシーン、え、なにこれ？ドキドキの運試し、ゴージャスなスロットマシーン。なんだ、スロットマシーンって。デビルモードをコンプリートしましたぞ。来た。来た。最高だぜ。やった。もうストーリー用ないんじゃないの。あ、でも金にしなきゃいけないのか。金がね、結構きついんだわ。ちょっと待って、スロットがめっちゃ気になるんだがスロットマシンできる？あ、できそう。うわー、来た。やった、トゲトゲが揃った。おい、7揃え。なにこれ、靴下が揃ったよ。これ今度にしようかな。なんかサムネ映えしそうだし。7当てるまでやっちゃおうかな。さて、それじゃあ、かくれんぼとか、あれのおまけ系を、今回でやるのは結構、ボリューム的に相当だと思うんで、コロンの部屋が今いくつだったっけ？これなんだっけ？写真撮れみたいなやつだったよね、確か。12あるんだもんな。結構量ある。フラッフのお城で連れてってあげよう。わかった。ここら辺をちょっとのんびり遊びますか。写真の場所、オッケー。2分以内か。え、ちょっと待って。
まさかの。そう、これね。え、ちょっと待って。これ。くっそ。ボール持ったまんま。いけー。ボールで壊せられないっていうのきついね、これ。え？ちょどうやって、こう？もしかして。なんということをさせるんだ。まったく、全然働かないんかよ、こいつ。合ってる？近いよね。これもう近いんじゃない？来た！よっしゃ！全く働かない子供を持った気分。何これ？楽しかったわ。途中で見つけて何もしてなかったじゃん。丸まってただけじゃん。フラッフブルーの布をもらったよ。これが12ステージ分あるってこと？カビ様探しておりましたぞ。もう一つお願いがありますぞ。なんだろう。3階建てにしたいのですが、ビーズがなんだ。まだ続くんだこれ。いいよいいよ。え、まだあんの？もしかしてまだミニゲームあんの？これ以外に。ちょっと待って、25000 あるある、大量にある。どうぞ。増築計画、もうマンション大きくなっちゃった。3階建てになりましたぞ。じゃあ模様替えするか。やっべ、ミニゲームのボリューム多くねこれ。ようやくわかった。素晴らしい部屋を作られましたな。また来たよ。なかなか渋い部屋でござるな。何ができるんだろう。うわやっべ、20もある。何ができるの。スイーツパーク、敵を10倒そう。へえ、ちょっと1回やってみるか。やべやべ、ちょっと待って、1ステージ目でこんなに。嘘だろ。あー、いる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 、あそこに。ちょ待って、あれどうやって倒す。あー、これだ、これ引っ張ってペロめくりだ。わかった。もうちょっと0.1 秒差。ひどい。はいよー。これを差し上げるでござる。壁紙か。スイートドットの布をもらったよ。ほいほい。よし。なんかテレビみたいなのと、よし、完成ですかな、カービィ様。すごくおしゃれな部屋ですこと。ここに住むことにしようかしら。なんだろう、キャラクターをコンプリートしましたぞ。フラフのお城、競争、お友達より先にゴール。おい、30もあるんだが。ちょ待って、これ量多すぎね。お、負けねえぞ。ほら、こっちは車になれるんだよ。残念だったな。おや、もう見えなくなっちゃ、あ、やべ、見えなくなっちゃってるんじゃないか。いっけあ、すごい、ちゃんとくす玉作ってある。カービィの勝ちよ。勝った瞬間来たけど。ワープ使えるやん、相手。新しいとこで競争できるようになりましたわ。30はきついな。負けてしまいましたわ。また壁紙をご褒美でもらいました。これで全ての一応ミニゲームを解放した感じですかね。あ、もうやっぱりビーズはいらないんだ。オッケー、わかりました。じゃあちょっと、そうだな、ちょっと量が多すぎるんで、
こう、ま、かなりね、苦戦したところを残すみたいな感じでいこうかな。最初の方はね、さっきみたいに簡単だと思うんで。まあ、それよりもね、次回はね、こちら、ちょっと頑張ってみようかなと思います。もしかしたら一発でいけないかもしれないな、難しくて。次回はメタナイトスラッシュもしくはデデデデドドド、どちらかね、やっていきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。